どうも、大悟です。というわけで今回はですね、まあ、最近ね、お家で仕事したりとか、お家で作業したりとか、する方が多いと思うんですけれども、なかなか家だと集中できないって人いますよね。で、僕なんかはもうずっとこの部屋で、集中してやってるので、もう慣れっこなんですけれども、やっぱね、いきなり会社に行くのをやめて、家でやんなくちゃいけないとか、学校とか予備校に行けなくなっちゃって、家で自習しなくちゃいけないとかなってくると、結構集中力が取り入れて大変だと思うんですよ。で、今回は、家であなたが集中することができない3つの理由という動画で、この3つの理由をですね、潰していけば、集中力はですね、上がりますよと。普段通り、あるいは普段以上に集中できるモードに入るための方法、これをご紹介したいと思います。で、これに関してなんですが、まずですね、なんで、家で、集中することができないのかっていうですね、まあ、当然なんですけど、一つ目は、当たり前ですが、誘惑が多いってやつですね。まあ、これはま、当然ですよね。まあ、誘惑が多いって。で、この誘惑とは何ぞやって話もこれからしますんで、一つ目のポイントは誘惑が多いです。はい。次、二つ目のポイント。制限がない。そう、これ時間の制限とか、会社に行ってる時間とか、予備校に行ける時間って制限があるじゃないですか。でも、家だと、いくらでもなんと、やろうと思えば、先延ばしできちゃうし、睡眠時間とかも削ることもできるから、朝が会社に行かなくちゃいけないからもう寝なくちゃいけないとかもないじゃないですか。っていう風なこの時間に関するリソース制限がなくなるっていうのが二つ目の大きな問題なわけですね。そして三つ目は何かっていうと、ルーティーン化は、壊れると。ルーティーンがなくなるっていうのがこれですね。はい。この三つについてご紹介したいと思います。で、まず一つ目ですけど、誘惑。で、これなんでかっていうと、人間が、皆さん自分が、例えば誘惑にさらされた時に、どれくらいの確率で誘惑に抗うことができると思います。例えば食べたいものが前に出された時に、食べないように我慢する。お腹空いてる時に我慢するとか、ね、読みたい漫画が置いてあって、勉強する前に読みたくなっちゃうなーって時にそれをやらないで我慢するとか、どれぐらいの確率だと思います？で、これですね、まあ、いろんな研究があるんですが、だいたい 50% ぐらいです。だからつまり僕らが誘惑に抗えるかどうかっていうのは、コインを投げて決めるのと同じぐらいの確率でしか僕らって誘惑に抵抗できないんですよ。だから、そもそも誘惑に立ち向かおうとする戦略自体が大きく間違ってるんで、重要なのは誘惑を視界から取り除くっていうのがすごく大事です。で、これはもちろん処分してもいいんですけど、処分できない場合は段ボールに入れてガムテープで蓋をしちゃうとかっていうのもいいし、倉庫とかを持ってる人は倉庫に入れちゃうとかでもいいんですけど、とりあえず、誘惑をなくすというのがですね、ポイントになってきてます。で、これスマホを触っちゃうって人にはすごくおすすめのグッズがありまして、タイムロッキングコンテナっていう今日の番組タイトル下の説明欄の方にですね、今日のおすすめのアイテムとして入ってるものなんですけど、これですね、リンク見てもらえばわかるんですけど、箱なんですよ。で、箱の中にスマホとか入れて、蓋を閉めて、ボタンを押すと、一定の時間の間、スマホが取り出せなくなるんですね。つまり、タイマーの時間が経たないと、開けられない箱みたいなやつ。だから、いわゆるこう、パスワードじゃなくて、タイマーの時間が切れたら楽になるって箱なんですね。で、これ結構強力で、もう入れたら絶対出せないんで、壊さない限りは。出せないので、本当にもうスマホとかで、ね、集中力がね、なくなっちゃうとか、ゲームしちゃうって方はですね、スマホを入れるとか、あとはね、どうしてもなんか FF リメイクやっちゃうと、FF7 リメイクやっちゃうって方はですね、コントローラーか、あとは電源ね、電源コードとかをタイムロッキングコンテナに入れて、ピッてボタン押すとかってことをしてあげる、と抗えるようになるので、それなんかもおすすめです。あとはこう漫画とかが見えて落ち着かないとかって場合はちょっと大きめの布とかですね、あとおすすめはあれですね、安くておすすめなのがAmazonとかで安いですね、なんかこうシーツとかベッドにねかけるシーツみたいなのが買っちゃって、それをこうやって被せちゃって見えないようにするんですよ。視界から消すだけでも実は大きな効果がありまして、例えば間食に関する研究だと、お菓子をテーブルの上に置いた場合と引き出しの中に入れた場合を比べると、引き出しの中に入れるだけで 33% までですね、お菓子を食べてしまう確率が減るんですよ。食べる量が減るってことも分かったりとかするので、ぜひですね、視界から消すってのはまずは一つ目、ぜひやってみてください。これがまあ一個目のポイントですね。はい。で、次二つ目のポイントなんですが、二つ目のポイントはさっきも言った通り、大体人間が、できなくなるのって、その時間をうまく使えなくなるのって、時間が無限にあるように感じた時なんですよ。忙しい時とか、例えば分かりやすく言うと、出かけるまであと20分しかないってなると、20分で準備できるけど、出かけるまであと2時間あるなって思っちゃうと、ギリギリ2時間かかって準備しちゃったりとかするじゃないですか。っていう現象がまさにこれで、人間って、たくさんあるって思ってるリソースは無駄に使いやすいんですね。で、これが、家にいると、いつ仕事が始まって、いつ終わるのかっていうのが、なくなっちゃうから、リソースがですね、無限にあるように感じれちゃうんですよ。いざなったら睡眠時間削ればいいやとかなっちゃうんで、残業する人の方が仕事ができない理論と全く同じですねってことが起きるので、自分がやっていい行動を時間に割り当ててください。で、これはおすすめのやり方は1時間でこれをやるだと伸ばしちゃおうってなっちゃうんで、午前中仕事をしていいのは例えば何時から何時までの間だけとか、勉強していいのはこの時間だけとか、数学やっていいのは例えば午前中だけとかっていう風に決めるんですよ。こうやって決めちゃって、もう
絶対守ってください。どんなに進まなくても守ってください。こうすると、今やらないとできなくなっちゃうから、やらないとって感覚になってくるんですよ。で、あとはおすすめは、友達と例えば電話をする時間とか、プライベートの時間とか、ご飯の時間とか、先にプライベートを入れちゃうんですよ。仕事じゃない予定を。で、入れちゃって、ずらせないようにしとくんですね。例えばまあ、オンライン飲み会とかをね、やってもいいだろうし、友達とね、電話したりとか、ゲームをする時間とか、お互いね、オンラインでね、やるゲームの時間を決めちゃうとかでもいいんですけど、そうすると、時間が制限されますよね。そうやって自分内にこの間だけをやってもいいって時間を作ってあげないと、僕らって無限にあるリソースって無駄に使っちゃうんですよ。で、実際これシカゴ大学の研究とかでも分かってるんですけど、時間がない人と時間が余ってる人、リソースが多い人とリソースが少ない人を比べると、もちろん結果を出すのはリソースが多い人の方が、時間がたくさんある人の方が結果は出せるんですけど、リソースが少ない人、例えば時間が少ない人っていうのは、1時間あたりにできる作業の量っていうのは少ない人の方が多いんですよ。まあ、当然ですよね。少ないから、ね、一生懸命こうね、無駄にしないように使おうとするわけですね。っていうのがあるので、ぜひですね、自分なりにリソースを制限してみるっていうのが、おすすめになってきます。これが二つ目のポイント。で、そして今日のメインディッシュですね。三つ目のポイントなんですが、ルーティーン。で、これルーティーンって言うと、いや、でも自分は別に朝起きてメールチェックして、なんかね、普通にね、いつもの通りにね、会社にいるのと同じように仕事してるけど、それはルーティーンを崩れてないでしょって思う方もいると思うんですよ。ところがですね、これ実は、人間って大事なのは、プライベートモードから仕事モード、あるいはリラックスモードから集中モードに切り替わるときにどんな作業をしてるのかっていうのが大事なんですね。プレパフォーマンスルーティーンとかですね、言うんですけれども、何か行動をする前に自分がやっている行動、これが変わっちゃったりなくなったりすると、急にね、僕らってスイッチが入らなくなるんですよ。だから僕の場合だと、集中力のスイッチって朝起きてから、こうバーピーをいっぱいやるんですけど、ジャンプして腕立てするみたいなすごい激しい運動を、最近40分くらいね、ハマっちゃってやってるんですけども、これやると一気にスイッチが入ってガーって仕事ができるんですよ。ただこれやらないとなんか気分が乗らないわけですね。で、おそらく今までテレワークじゃなくて仕事をしていた人とか、あとは予備校に通っていた受験生の方とか、学校に行っていた人なんか、その通学時間とか、ね、会社をですね、こうに行った時に、例えばね、エレベーター乗ってこうなんかね、こうね、なんかこうね、こう入退室の鍵みたいな、カードキーみたいなじゃないですか。ピッてやって机にフーって座るって、その一連の流れがルーティーンになったんですよ。今まではそれが切り替えになってたんだけど、それがなくなっちゃうと急にですね、僕らってパフォーマンスが落ちちゃうんですよ。だからプライベートから仕事、あるいはリラックスから集中に切り替える時のやる行動を決めといてください。スイッチをオンにする行動とスイッチをオフにする行動、これを決めましょうっていうのがですね、今日の参考ブックに入っている2019年マンハイム大学などが行った研究から、出てるわけなんですよね。そうだから、スイッチオフ行動とスイッチオン行動を決めといてください。まあ、3分とか5分ぐらいでできるような行動の方がいいと思いますけど、あんまり時間かかっちゃってもあれだと思うんで、例えばスイッチオンにするときには、例えば、ね、ジャンプして腕立てするバーピーを20秒やるとか、でもいいし、あれはリラックスするときには、例えば、そうだな、何でもいいですけど、大きく息を3回吐くとかでもいいですけど、なんかこう他のタイミングでしない行動を決めてください。スイッチオンにするときとオフにするとき以外ではやらない行動を決めて、そのオンとオフを自分で作ってあげると、ルーティンを作るというのが大事ということですね。実際にですね、これマンハイム大学の研究では151人のビジネスマンを集めて620日間かけてですね、追跡調査をするっていうことを行って、仕事ができる人できない人の違いというのを調べたという、ちょっと面白い研究ですね。で、二つのポイントを調べました。620日間かけて、一つ目がプライベートの気分から仕事モードに切り替わるためにどんな行動を取ってるのかってことを調べるわけですね。で、さらに仕事中の集中力がどれぐらい高いのかってことを、調べたわけですよ。で、620日間追跡したところ、面白いことが分かりました。まず一つ目は、仕事モードに切り替えるための自分なりのルーティーン、さっき言ったみたいなスイッチをオンにする行動ですね。で、こういうのを持ってる人ほど仕事中の集中力が実際に高いし、仕事の生産性も高いし、目標を達成できる確率も高かったんですよ。だから僕らって仕事をしたりとか勉強している最中の行動ばっかりに目を向けがちだけど、大事なのはそれをする前にどうやってスイッチを入れてるかの方だったんですよね。で、ちなみにこれどんな行動がいいのかって話なんですけど、これね、何でもいいそうです。自分でこのルーティンをやったら、この行動を取ったら仕事モードに入る、集中モードに入るってことを決めてさえおけば、ルーティンの内容は何でもいいです。ガムを噛むでもいいし、シャワーね、を浴びるでもいいし、コーヒーを飲むでもいいし、ただおすすめは、さっき言ったみたいにある程度条件付けの力が働いてくると思うので、スイッチをオンにするとき以外はやらない行動にしといた方が僕はいいと思います。はい。ぜひやってみてください。ちなみにこれね、ダラダラ仕事しちゃう人は、オフにする行動っていうのも決めておいて、それをやったらもう、
仕事というか、ね、こうなんかこう、なんか自分が集中しなくていいので一切やらないみたいな、リラックスの行動を決めておくっていうのもいいと思うので、だからそうですね、まあおすすめとしては、まあ、僕なんかはね、運動することでスイッチを入れて、逆に風呂に入ったりすることでスイッチをオフにするとか、そういう風に決めてやってもいいだろうし、いろんなやり方ができると思うんで、自分なりのルーティーンをぜひ、決めてみてください。だから仕事を始める前に何らかのですね、ルーティーン、勉強したりとか集中する前に何かしらの集中するぞっていう意味合いを込めた、行動っていうのをですね、決めてもらって、やってもらえると、バッと集中できるようになると思うんで、ぜひやってみてください。誘惑を視界から消すってことと、リソースを、時間のリソースをあえて制限してみるってことと、ルーティンを決めると、行動前のルーティンを決めるというのをぜひですね、お家で集中するための方法としてやってみてください。で、今日はですね、まあでもやっぱ集中し始めても、集中力すぐ切れちゃうんですと。そう。だからモードに入れるんだけど、10分くらい集中力切れちゃうんですって方いると思うんですけど、これはね、切れそうな集中力を維持するための方法ってのは、いろいろありますんで、で、この方法を今日は続きの動画で解説しています。今日の続きの動画は、番組タイトル下の説明欄、またはコメント欄の方から見てみてください。切れそうな集中力を維持する、11の心理テク、カルガリー大学の研究をベースにして、切れそうな集中力をですね、こう、踏ん張らせてくれるというか、元に戻してくれる、11種類の、心理学的なテクニックをご紹介してます。まあね、11種類もあればどれか使えると思うんで、ぜひですね、自分に合ったテクニックを採用してみてください。で、あと今日のおすすめ、集中力に関する本も番組タイトル下の説明欄の方に入れておきます。一冊目の本が、鈴木優さんのやばい集中力って本ですね。これ48種類のですね、集中力をですね、バーッと上げるためのライフハックがですね、まとめられた本になります。で、僕のリサーチを担当してくれてる方なんで、結構ね、科学的な信憑性もですね、あると思うので、ぜひですね、面白いでチェックしてみてください。あとは、僕も集中力の本出してるんですが、なんと今ですね、Amazon で、1ヶ月間、まあ、1冊だけなんですけど、無料で聞ける、僕のオーディオブックがですね、1冊無料で聞けるっていうキャンペーンをやっておりまして、で、このですね、キャンペーン対象の中に入っております。番組タイトル下の説明欄に、無料、僕のオーディオブック Amazon で、無料で聞きますっていうですね、リンクあると思うんですが、ここの2つ目のリンクの自分を操る超集中力、今無料で聞けますんで、ぜひですね、無料で、こちらの方もチェックしてみてください。まあ、無料なんでね、耳で聞けるんで、結構本読むの苦手な人でも集中力に関して軽く学べると思うんで、こちらもぜひチェックしてみてください。というわけで、おすすめの本は番組タイトル下の説明欄の方から、今日の続きの動画、切れそうな集中力を維持するための11の心理テクはコメント欄の方からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。